はい、というわけで今ね、トゥクトゥク乗ってます。ショッピングセンターから、ホテルまで歩くと30分ぐらいかかるので、トゥクトゥク乗りました。どうでしょうかね、そんな今日はね、気温は高くありませんが、30分歩くのは嫌だったので、これはリバーサイドですね。この辺ですね、もうちょっとですね、200m 出ましたんで、多分この辺だと思います。水色の看板ですね。いや、2、2、うん、オッケー、オッケー、オッケー、2、2、イエー、オッケー、 Thank you、 イエー、コップンカップ、オッケー、オッケー、はい、到着しました。アトランティックビエンチャンホテル到着です。ショッピングセンターからはほんの5分ぐらいですかね。料金がね、3万キップですね。ということで、こっちですね。あ、
外が見えますね。ちょっとね、川も向こうの方に見えてます。道路がうるさいかもしれませんけども、いい感じですね。ベトインバングの車ですね。ベッドはダブルベッド、タオル吸う空気ですね。水が2つ、テレビとボイスケットね。冷蔵庫も一応ついてます。水2本、エアコンついてますね。いやー、夕方がよくわかんないです。真ん中だ。アトランティック玄ちゃんの、ホテルレイですね。あとなんか向こうで見えたら、また撮りたいと思いますけども、まあ部屋は狭いけど、これで金額ね、日本円で多分1500円ぐらいですかね。1500円ぐらいと思います。はい、というわけで以上です。ではベッドの方からお願いします。まあ、ちょっと柔らかいかな。まあ、こんなことです。まあ、いい感じですね。わかりました。寝不足です。あ、座りやすいじゃないですか。あ、しまうとこないんだな。セキュリティもないんだな。まあ、いいや。ということで、以上です。今日はゆっくりベッドに寝たいと思います。はい、ラストの。Thank you.